はい、速稼塾の久保でございます。今回はですね、高知白バイ事件についてちょっとお話ししようかと思います。この国の法律に対し自分たちの都合のいいように、違法行為をしているのは行政、警察、弁護士だと思いますけどどうでしょうかという質問に対しての回答が入っております。高知白バイ衝突事件というね、ウィキペディアでも検索していただきたいと思いますけども、ちょっと画面を切り替えながらお話していきましょうか。ではこちらの方どうぞ。はい。黒字をちょっと読んだんですけども、下の写真のちょっと上ですよね。ことのいきさつなんですけども、スクールバスと白バイが衝突して、白バイの警官が殉職した事故なのですが、事故の後の諸々がどうもきな臭いのですということで、から当時もね、結構再現ビデオとかを作って語られていたんですよ。なんかね、一般市民に罪を着せて、まあ、とんでもないね、警察の闇がそこに展開されているんではなかろうかなと。警察の全てとは言いませんけども、やっぱりね、こう、悪意とか、こう、姑息さも、やっぱ人間のやることですから潜んでいるなというところと、そうは言ってもね、やり玉に挙げられた罪もないような運転手にしたらたまんないですよね。まあ、人生を無駄にされてるわけですから。まあ、皆さんの身内とか皆さん自身に起きたことと想像してみると、とてもじゃないけど許せないと思いますよ。こんな感じです。事故はスクールバスの運転手の前方不注意によって発生したとされました。はい、強制的に。それに対し運転手は、停止していたスクールバスに白バイが衝突した自損事故であると主張するということなんですよね。こちら側のね、主張ってのはね、至極真っ当だと思うんですけども、全部が司法によってねじ曲げられたということです。裁判は最高裁まで争われましたが、結局運転手は実刑となって服役することになるんですよね。で、さらに、再審査請求もされましたが、門前払いを受けてるんですよ。この事件がきな臭いのは、客観的に見て、私もそうですけども、運転手が無罪である可能性が高いのになぜか実刑になったっていうことなんですよ。証拠としてですね、1メートルを超えるバスのブレーキ痕があったから、バスは動いていて、慌ててブレーキかけたんだっていうふうにされてますけども、このバスのブレーキ痕は捏造されていたんですよ。警察の現場検証によって書き加えられたんですよね。そのスクールバスには ABS が装置されていたんで、駐車場から道路に侵入したばかりの低速のバスが急ブレーキをかけても、ABS が作動するためにブレーキ痕がつくとは考えにくいということで、これもね、何度も再現の動画が作られていたんですけども、ブレーキ痕なんてできようがないわけですよ。ね、皆さんもやってみたら、ブレーキ痕ができるっていうのは相当なスピードを持ってですね、で、急停車した時、急にブレーキをかけた時にしかできないというふうなことはすぐわかると思うんですよ。で、私たちも日常生活で、曲がり角とかでね、急ブレーキを思わず踏むことがあると思いますけども、でも地面には何にもできませんからね。だから相当なスピード、例えば時速の50キロ、60キロぐらいで進んでいたバスが急ブレーキをかけたっていうのだったらわかりますけども、そんなスピードがね、環境的に出るとは考えられませんからね。で、またそのバスに乗っていた中学生が、ね、バスに乗っていた当事者ですよ。止まっていたバスに白バイが衝突した、急ブレーキはかけられていないと、二十数名もの方が証言しています。全員一致でね。で、スクールバスの後方で乗用車に乗っていた先生も、バスは止まっていたよと証言。これだけの証言があるんですよ。なのに、運転手さんは、いや、止まっていたんじゃなくて動いていたんだ、急ブレーキだっていうふうなね、有無を言わせぬ他者の主張によって、これは警察権力ですけどね、逮捕されて、送致され、もう裁判もベルトコンベヤーに乗るように有罪が確定というね、なんとも無慈悲なことですよ。何の罪もない車の運転手さんが、有罪になり、刑務所に送られて、人生を台無しにされたわけですからね。で、当事者の警察はまだしも、客観的立場にあるはずの司法までもが怪しい証拠を採用。要するに、あやふやな証拠を採用して、確実性の高い証拠は無視したんですよね。で、運転手が刑期を終えて後も、支援者が歌を歌ったというだけで逮捕される。ね。つまり、この事件を蒸し返そうとする人は、もう、ロシアよろしく、北朝鮮よろしく、バンバン逮捕されるってことなんですよ。まあ、きな臭いこと、きな臭いこと。っていうふうに書いてますね。内部告発者も出てきてるようですが、高知県、いや、日本には正義がないのでしょうか。実に恐ろしいことです。この事故で亡くなった警官は、あの世でこの状況を見てどう思うでしょうか。まさにそうですね。うん。
はい、お亡くなりになったことに関してはね、非常に不幸なことだったかなと思います。お悔やみを申し上げたいと思いますし、当時お亡くなりになったこの警察官の方にはまだ小さいお子さんと若い奥さんがいたそうです、うん、でもこの一連の報道を見て、奥さんどう思いますかね、お子さんどう思いますかね、世の中に正義はあると思いますかね。どっかにあるのかもしれませんけども、その正義は警察にはないからと思いますね。警察には警察の理屈があり、権力を手にした人はその権力を使って、権力のない人をどういうふうに見てるのかなってことですよね。まあでも同時に警察というものがあることによって保たれている安全もあります。保たれている安心もあります。私もたまに警察関係の方とお話をしますけども、非常にね、頼りになる、頼もしいという、そういうふうな感情を受けます。だから全部が全部警察の体質を今回の件が表しているとは思いませんけども、でも警察の中に正義があるなら、警察の中にある正義じゃない部分にもぜひね、メスを入れていただければ、より安心で安全なこの日本という国は次の世代に相続されるんではないかなと願ってやみません。はい。では今回は高知白バイ事件のことについてお話ししてみました。ありがとうございました。